暑い。暑すぎ。暑いよ。なんで長袖着てしまったんだろう。暑い。ねえ、私半袖、なんで半袖着なかったんだろう、今。むっちゃアホすぎ。疲れー。今日も可愛いね、ありがとう。バラありがとう。キラキラもありがとう。こんばんは。じっちゃん可愛い、ありがとう。短冊ありがとう。こんばんは。ちっちゃんかわいい、ありがとう。気に入りのロンティー。でもね、ちょっと暑さには勝てんわ。みんな、お気づきになるところはないでしょうか。お気づきなところはありませんでしょうか。どうですか。汗かきすぎてテカテカ眉ブブー。てかさ、私さ、待って、まつげ正解。くるくるじゃない。今日のね、オーダーはね、ここでーす。ここをめっちゃくるんってしてくださいってオーダーしました。イエイ、何？流れ星だ。流れ星？ありがとう。ちっちゃい光ってる。だよね。A4 コピーして旗にして持っていくね。マジで。ありがとう。じゃあの、オリジナル旗か。楽しみだな。松葉行ったの正解。出直してきます。あ、眉毛じゃなかったね。残念。比較今オフライン。何？で直すってどういう意味？松葉行った。ここに会いたいが来た。 あ、パフェだね。めっちゃ綺麗だよね。でもお風呂に入ったらこの束感はなくなっちゃうんだよね。私でもね、束よりも別に何だかも。なんで？なんで閉じたの？閉じないで。そっち行ってきて。そんな大し、会いたい、ありがとう。歩きながら見ております。気をつけてね。外歩きながら見てたら危ない。あわわ、ありがとう。とりあえず、あ、そういうことね。ありがとう。ありがとう。会いたい。短冊もありがとう。こんばんは。まつげ上げてきます。いってらっしゃい。配信閉じてもいいの？他のコンとこ行かないならいいよ。 でもそれが終わったらすぐ戻ってきてね。へい。じっちゃんかわいい、ありがとう。パフェありがとう。あとね、明日の配信はお休みします。配信はお休みします。すみません。明日の配信はお休みします。 X の元気にじっちゃんの来た。やっと私さ、昨日のさ夜7時から送ってたのにさ、見てスルーされてて、他の子のはちゃんとなんか普通に自分より後に送った子のやつも載ってたのに。だったからん、いつだよって思ってたよ。
俺の嫁、俺の嫁、ありがとう。やっと来たか。やっと。そうなの、そうなの。スケジュールね、今日やっとだった。おお、馬じゃん。え、これ馬？あ、待って、馬じゃない。これなんだろう。なんだろう。馬じゃない。イノシシ。イノシシじゃないな。なんだろうね。ありがとうね。たまには男女目指して。あ、目指しますだった。ごめんね。あ、でもいいじゃん。ありがとう。明日休むのね。そうなの、明日。そう。いいねしました。ありがとうございます。なんで、まあいつか出れるようにね。といいよね。こちらの顔が好き。ありがとう。こんばんは。へへ、数分だけど見れてよかった。ありがとう。リポストしました。ありがとうございます。画面開いたけど、どの部に来てほしいか聞くために戻ってきた。全部だよ。Y2K コーデとは。え、なんか、ギャルだけど、なんて言うんだろうな。ちょっと調べてみてほしい。今時のギャルみたいな。めっちゃ、なんか、ヤンキーギャルじゃないけど、ヤンキーみたいな感じじゃなくて、なんて言うんだろうな。なんか、なんて言うんだろうね。可愛いんだよ。可愛いんだよ。私の系統ではないかな、でも。フリフリとかじゃないけど。まだ時間あるよ。もう少しで夕飯食べてきていい？いいよ。ギャルだけどギャルじゃないみたいなね。そう、なんか、なんて言うんだろう。ギャルなんよ、 Y2K は。 Y2K はギャルなんよ。ギャルなんよ。そう、なんか最近のギャルみたいな。はい、そんな感じです。結婚してありがとう。全部って聞こえた。そうだよ、全部だよ。そうで、最後のオフラインのはギャルだけど、一応メイクはそんなにめっちゃうわーってやる予定ではないかな。なんかそう、今日の夕飯コロッケ、え、いいの。だからオフラインもオンラインもどっちも違う系統のギャルをやるって感じ。メイド、そう、そうだね。なんかね、そう、そう説明ではちょっと難しいけど、なんかそう、そうなんだよ。昔の、そう、昔なんだよね。2月7日と私の誕生日が近いな。じゃあお祝いしなきゃだね。インスタでよくやるけどおしゃれなきゃだね。あ、そうだね、最近の、そう、流行ってるやつだよ。みーちゃんかわいい、ありがとう。お腹ね、出したいんだけどさ、多分めっちゃわっていつもみたいに出すのは無理だから、控えめ、ちょっと背伸びした時にチラッと見えるぐらいなら許してもらえると思うから、そう、そのぐらいじゃないかな。最近朝さんのこと気になってドキドキして、夜も8時間しか寝ないです。それめっちゃ寝れてる。いいね、寝れてる。メイドとポリスはやばい。あ、マジ。いつの部買おうかな、18日。ん、全部ちょっと読んで買い物してきます。いってらっしゃい。お腹、何部にお腹ですか。いや、出すか分かんないよ。だって一応高校生だし、もし出していったとしてもダメって言われたら着替えなきゃだから、それは言い切れないね。先生も難しいけど、つまりじっちゃんが表現しきれないってことだから、出していいか分かんないんです。そう、短冊ありがとう。こんばんは、じっちゃんかわいい、ありがとう。パフェありがとう。かわいい顔してしれっとすごいこと言ってる。え、そうなの。ヤマンバとかガングロ。そう、そこまではしないから大丈夫だよ。見たかった。
そう、でも来年なら出していいんじゃない、高校卒業だし。そう、わかんないけどね、どこまでやっていいのかってのは。そうだから、そのセクシーなサンタさんもなんて言うんだろう、あれなんだよね、私の生誕のオンラインの服みたいな感じなんだけど、そうあれよりちょっと際どくなっちゃうから、ダメって言われる可能性もなくもないから、そうだからちょっと変わっちゃうかもしれない、今言ってるのとね。そうこんばんは。配信でなら大丈夫なのにね。どういうこと？おへそ？私出したことあったっけ？いやメールで何通か言ってるよね、私のおへそ出てるやつ。最初の方隠してたのにさ、もう急にね。このぐらいならいいでしょうって思って出しちゃった。じっちゃんからありがとう。そうだから、うん、ちょっと変わっちゃうかもしれないってのは分かっててほしいかもしれない。一応これを着たいなっていうので作っただけだから。うん、くしゃみでさ、あ、くしゃみするときミュートできなくてびっくりしちゃった。あ、ちなのお方がペンギン買ったよ。え、ありがとう。ちっちゃな自慢のやつのもんなんということ。配信でダンスして出すなら大丈夫そうだよ。うんうん、ダンスね。そんな広い場所はありません、うちに。ちなみに高校生か。そうだよ。一応高校3年生だよ、まだ。なんかワイメージでいて、でしょでしょ。でもさ、新しい系統もありじゃない。ね、でもね、ギャルはねモテないよね今ね。アイ日本のアイドルはねそういうのはあまりだからね、受けが悪いから。会いたい、ありがとう。大人っぽく見えるからたまりませる。え、そうそう、今日松橋に行った時に、え、18歳って大学生ですか言われた。いや、高校3年生ですって言ったら、めっちゃ大人っぽくて、最初大人に見えましたって言われて、もう喜んでいいのか喜んでよくないのか分かんないけど。そう、うん、嬉しかった。大人っぽいって言われて、でなんか松葉終わった後に、まつエクしたみたいでまつげが長いですねって言われて、もっと嬉しかった。綺麗だ。ちなみにまつエクはしておりません。してないです。ちまつげです。短冊ありがとう。かわいい、ありがとう。とりあえずジュナは自信持ってて大丈夫だよって日曜の受付伝え忘れた。ありがとう、今伝わった。肌綺麗、ありがとう。バラありがとう。そんな大人っぽい格好してた。いやいやいや、全然全然全然、 この格好でございます。普通に黒のロンティーにラインパンツ履いてた。長ズボン履いてた。だから全然だよ。近いし。え、やだ、お気に入りロンティー。そう、お気に入り届いたばっかだからお気に入りなんだよ。でもずっと欲しかったの、これも。なんか本当にソールドアウトソールドアウトばっかりになってて、やっと買えたものだから嬉しくて。めっちゃん首長いよね。え、そう、昔からそれは。首が長いは分かんないけど、首のここが綺麗だねとはよく言われる。
大人っぽく見えるような時も可愛い。でもたまに年齢年そうだから可愛い。サイズはキッズサイズ。うん、これはメンレディースもメンズも着れる M か L。 嫌じゃないよ。あ、よかった、ありがとう。こんばんは。笑った顔。私さ、笑ったら目が細まっちゃうんだよな。で、見て。汗かきすぎておでこ光ってるもん。テカテカしてる。磁石の謎は解けたかい？解けなかった。みんな、あの、チャット撮ってくださってる方、見ました？私の。私の見ました？動画で。S 曲と S 曲についてちょっと疑問だなみたいなことをね、あのおバカなのかなみたいな、あの本当に誰に言ってもはって顔されるんですけど本当にあれ謎なんで教えてください、どういう原理なのか。あれはどういうものなんですか。あれは何、みんななんで S 極と S 極がくっつくの、あれ不思議なんだけど。見た見た。あまり制服姿のイメージはない。あ、私確かにね、私みんなの前で制服着たことあったね。あるわ、あるけどないね。あれはなんでなのでしょ、なんで。条件の支払い中にマジック始めないでください。いや、私もあれは気になる。うん、こんばんは。あの動画仕事中見て音聞けず何が起こったのか謎だった。え、マジで謎でしょあれ。何、なんで、ね、なんでなの。え、なんでさ S と S がくっつくのね、教えて。受付の時磁石の話楽しかった。そう、受付の時2人に話したよね。実はその他の人にも話してた。あんな詳しくは言ってないけどね。あの日の受付は私ずっと磁石で遊んでた。そう、でも不思議だよね。でもなんか1回目、本当に1回目のくっつけようと思った時は全然くっつかなくて、もっと磁力があったんだけど、くっついた後にもう全然磁石の機能をなくしたかのようにすぐピタッってくっつくようになったから、もしかしてあのそういう機能がついたのかと思った。てかなんで。よくあるじゃん、仲悪い子同士でも好きになっちゃうこと。あ、そういうこと。無理やりでも、そう、無理やりじゃないよ。こんばんは。不思議だね、そう、不思議なんだよ。なんで。あの日はずっと隣で青ちゃんが笑っててくれました。あのあとさ、あの裏戻って楽屋でもうしばらくこう、なんでだろうなんでだろうと思って動画撮って、なんでだろうなんでだろうって一人で言ってたの。その隣で青ちゃんがずっと見つめてて、私がもうなんでくっつくか分かんないから、あー来たって言って他のところに避けたら青ちゃんが笑ってた。楽しそうだなーって、楽しそうだな、楽しそうだなと思って見てたって言われた。一生可愛すぎて一生好きすぎた。どういうこと、目なへん。飽きた、そう飽きたの。こんばんは、こんばんは。だからなんで S 曲と S 曲がくっつくのか分かんないから、メールで教えて、みんな。磁石に切れそう。磁石に切れそうだよ、教えて。 A 曲と N 曲でやらんかった。え、やらんかった。
S 曲と S 曲がなんでなんでって思いすぎて N と N くっつき忘れてた。なんでもう不思議すぎる。いや一応ね調べたんだよ、でもちょっと理解できなかった難しかったよちっちゃんかわいい、ありがとう、こんばんは、ちっちゃんかわいいか、ありがとうね。明日の配信はお休みします、すみません、すみません、お願いします。ちっちゃんかわいい、ありがとう。視力が落ちた可能性が高い、いやだよね、そうだよね、私もそれちょっと思ってたんだよね。オフラインの時も磁石の話はダメだよ。ダメなのはーい、ね、なんでだろうね、あれはどういうこと誰かちょっと磁石について語ろうたまには配信休む大事だから会わなくていいよ。え、ありがとう、一日だけだから許して。ちょっとじゃあ毎日チケットを使っちゃおうかな。ね。師匠に聞いてみます。あ、聞いてみて。で教えて。北海道ずみの。アイドル好きです。応援してます。ありがとうございます。なんか本当にさ、今日さ、今日ね、ここにもカー止まってたし、ここにも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 カー止まった。実は自分の部屋にも蚊が一匹。絶対刺されるじゃん、寝とる間に刺されるじゃん。ジナは視力悪い？めっちゃいい、 AA だよ、 AA だよ悪そうに見えるよね、めっちゃいいよへへ、こんばんは。そう、イヤホン結ぶ派だって絡まるもん。でもなんか結んじゃよくないみたいな聞いたりもするよね。1日で足りる？足りる！とか言いながら2日間休んだりして出た、瞬顔。じっちゃんかわいい、ありがとう、こんばんは。かじゅちゃん好きすぎやねえ、本当に血美味しいんだと思う100キラありがとうございます。へへー、こんばんは。お腹出して、そう、お腹出してね、でもね、多分お腹刺されないんだよ。本当になんか血の美味しいところ、血管の太いところとかかな、わかんないけど美味しい部分があるみたいで、蚊はそこに来るの。だからめっちゃ痒いな、怒りたくなっちゃう。蚊取りいっぱいつけなきゃね短冊ありがとう。そう、去年の今日だね、懐かしい。私去年はまだアイドルになってなかったんだよ。なろうと頑張ってた、超絶頑張り期だったね、あれはすごかった。飼いなりたい人生でしたねダメです、お肉の柔らかい分が食われる。あ、そう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 、足の匂いに連れてくるから足アルカイのシートに拭くといいって聞いたことある。あ、そうなの、足の匂い、あ、そうなんだ。でも足は、へえ。そうなんだ。顔もお金出してジナに触れてください。せっちゃん怒っても多分可愛い。どうでしょう。で、私ね、本当に全然怒んないから、その分怒った時は、まあ大変かもしれないね。でも本当に怒んないの、私。友達にも多分喧嘩とかしたくないからかもしれないけど、
本当に怒んなくて、もうずっとあはって言っちゃうタイプ。そう、いつも怒られてるような。でもあれは怒ったに入んない。入る？なんかでも本当の激怒は見たことないでしょ。あれはまだね、なんか優しい怒りではないからね。一回がしたの怒られました。いつだい今日もじゃあ笑顔にできた、できました。うへへ、こんばんは。よし、女の子の逆にそれが怖い急怒ったら怖いところがでも本当にあんま怒んないよ。もうははって、だいたい笑ってるかもしれない。で、一重怒ったからないから。それだね、ないの。流れ星ありがとう。ちっちゃんかわいい、ありがとう。今日もふもふないけど髪の毛絶対静電気だよね。なんか本当に、うん、話し合いも私謝って悪派、自分の不満は言わない。もうさっさと喧嘩は切り上げたいタイプだから、あ、ごめんねって言って終わる私が悪かった、ごめんって言って、で家帰ってなるけど、ママ仕方ない仕方ない仕方ないんだ、ママ仕方ない、あの人はそういう人だ、うん、仕方ない仕方ないって言い聞かせて終わる。怒りは他の4期の子の連見つけたら、で見つけたら怒るんでしょ。言ってたでしょって言うかもしれないじっちゃんの話からどんな感じかな、どんな感じかな。じっちゃんただいま、お、早いず。じっちゃん優しい、ありがとうジロンが好きすぎ、私悪かった、ごめんね。え、なんで謝ってんの。4期の子ね、まあどこの4期の子に行くかはなんとなく分かってるけど大人ですね。そうなのかな。じっちゃんかわいい、ありがとう。4期ふりん？ん？でもこのところに行こうね、DD 大変そうだね、全員のとこ行くの優しい、ジロちゃんが好き、ありがとう。私さ、配信中にたまにさ、めっちゃさ、いつものさ、大雑把な性格出ちゃうからさ僕はみんなの代弁者です本当にね、まあ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 、お話し会ってね、それもオフラインってそうそうないからね。行きたいところに行ったらいいよ。でもみんな私のところにも来てね4期はジナレーに、なんとなく言ってましたなんとなくバレてたもうずっと見てたらそうだよね、確かに。ざっくりしたあれだから、あわあわ、ありがとう。お、先生ありがとうございます。ちょっと男女読みますね、いきます。13位カズさん、ありがとうございます。12位リョウさん、ありがとうございます。11位ストーンさん、ありがとうございます。10位バッカさん、ありがとうございます。9位ときめきこばさん、ありがとうございます。8位ビエルバラさん、ありがとうございます。7位ライトさん、ありがとうございます。6位サカシオさん、ありがとうございます。5位アルニストさん、ありがとうございます。4位ヨウさん型パンダのテオさん、ありがとうございます。3位ハヤトさん、ありがとうございます。2位タカシさん、ありがとうございます。1位リョットさん、ありがとうございます。明日の配信はお休みです。
大雑把な性格ね。そう、へへへへ、みんな見に来てくれてありがとう、ありがとう。見てまつげ綺麗でしょ、お肌も綺麗になりましたって感じです。明日は寂しいの、寂しいね明日はお休みです。みんな見に来てくれてありがとう。あ、間違えた。じゃあね、バイバイ。